はい、えー、2020年向けのレック弁理士講座の論文レベルアップゼミの安西クラスのガイダンスを始めます、えー、皆さんお疲れのところありがとうございますえっ、ー、とまずこのチラシからも早速説明いきたいと思いますお手元にありますはい、えー。論文レベルアップゼミということで あのオフィシャルのページ見ていただくとわかるんですけど新宿の私のクラスとあと水道橋の方でも同じ、まあ、高橋先生という先生がされていてですねどっちももう6年目とかかな2013とか10私14あたりから確か担当してるんでもう結構長い歴史のある講座なんですけどね、えー、今年はですね9月の7日開校土曜日6時から9時ということですね。 で後ろ見ていただくと下のところにこのスケジュールが書いてあると思います。で年末まで年末でも12月14日かな12月14日まで、えー、ちょっと休みの時もあります。あのナビゲートゼミだとかあの私があの口述の方の講座とかちょっとあってそのところは抜けてるんですけども、えー、全12回やっていきたいと思っています。で このスケジュール見ていただくと最初の6回が特実で衣装が4回商標が2回ってことですね、はい。そして何をやるのかっていうのはここにまずも表を見ていただくと分かるんですけど論基礎の特実とは書いてますよね「論基礎衣装論基礎商標」とか第1回第7問第8問って書いてますね。はい えとこれ見ると「あ,あ論基礎やるんですか?」って話になるかもしれないんですけどただ7問目8問目っていうのはおそらく宮口先生の解説を皆さん聞いたりはしてるんだと思うんだけども実際答案を書いて自分で書いて添削を受けるっていうことはしてないと思うんですよ。はい、なのででそこをですね 実際この講座でどういう答案を作っていくのかというのをやりたいと思ってますで上の方ね講師、はい、メッセージっていうとこ、はい、ちょっと読ませてください私の,あのメッセージがありますけども、えー「本ゼミ生たちはこれまで偏差値79などのトップクラスの成績で合格していきましたと」とはいそうですあの2016ですかねいまだに忘れませんけど2016向けのこのゼミで え勉強した一発合格の方が偏差値79っていうその数字出るんだっていう数字を出してくれたんで、えー、もうずっとそれを使わせてもらってますけどねあの大体一発合格トップクラスの人はこのゼミを受けてくれていますね。はい、でここから皆さんちょっと想像してほしいんです皆さんは論基礎特実の連編実際書いて先生に出す。 答案を出すっていうのがあったと思うんです。あれの第一回問題一の答案っていうの、をどんなふうに記載したかなと。まあ、ちょっと記憶すれちゃったかもしれないけど覚え、思い出してみてください。確か二十九条、二十九条、二十九条の三点セットを。各設問ごとにばらけていて、それを書くと。で、確か二問目がね、職務発明かなんかの問題なんですよ。で、その二つを百二十分で書くと。いう問題だと思います。 でまあ皆さんそれぞれ書いたと思うんですがもしあれが本試験だったならばどんなふうに書くべきだったかどうですかね、はい、でレジュメこのもう一つのレジュメねあの冊子になってるやつ、はい、冊子になってる方のちょっと1ページ目開いてみてください。 論文基礎完成講座答弁編第1回問題1ってありますねはいこれ今言った問題なんですよ私が本心向けだったらこれで終わりでですページいってないです、ねはい、であのそれは文字数によるだろうっていうかもしれませんけど大体私エルゼミとかもやってますけど大体、えー、35字前後です皆さん1行。 あの大きい人は三十字ぐらいの人もいます。でえっと縦二十行っていうのはこれは論文試験の答案用紙。なので私は。エリゼミでもそうです。このゼミでもそうです。あの私の答案を渡すんですけど。この三十五字かける二十行っていうレイアウトで渡してますから。だからその通り、これが答案用紙になるってことです。だからこの見開きが表面。だからちょうど。 まあちょうどしれが0.5よりちょっと上ぐらいで終わるぐらいの問題だったんですねでおそらく皆さんもっと長く書いてると思うんです裏面行ったでしょうねで4ページ目まで書いてたと思うんですよでえっ、ー、と授業の方でもそういうふうに展開されたと思うんですねで別にそれを私は悪いと言ってるんじゃなくてはい戻ってくださいこちらにはいでそれはいいんですしょうがないんです 論基礎では、ね、皆さん小学,小学者ですからそれは皆さんが初めて論文に接すするからです、はい、なので宮城先生もそういう前提でもあるし、えー、3時間の講座ですからね解説に1時間もあるしあと120分っていう時間もありますから書く時間もありますからそうすると0.5ページであったらすぐ終わっちゃうわけですよ。 だからあれはもう本試験を見据えた答案を書いてねというんじゃなくて4ページまで書くっていうのはどんだけ大事大変なのかとかね逆にこう引き延ばすためにはどうしたらいいか多分先生もねあの普通に書いたら終わっちゃうんでいかに引き延ばすかっていうのを意識して、えー、と書いてみてくださいって多分言ってると思うんですよ前後にあの講座を前後に。なので皆さんはあの裏面だとか3ページ4ページまで、えー なんとか引き伸ばして書いたってことをすると思うんですけど、本試験ではそんなことやってる場合じゃないんです。あのこの二十九条ニックのに三十九条で三点セットは本試験で出たとすればこれ設問一なんですよ。この見開きのが設問括弧三までありますけど、これはその皆さん向けにね入門向けにこうバラけてますけども、当然本試験こんなふうになってなくてこれで一つの小問です括弧一です。だこれに三ページ四ページ使ってたら 後ろの問題どううすすするんででかっって話になっちゃうわけです、ねはい、そして、えー、続きいきいますしかしと本試験向けに答案の完成度を高めてい,いかなければならないことに皆さんは気づいているでしょうかとで多分気づいてない人多いんですほとんどです入門生で気づ,かな気づいてないのはしょうがないんです言ってないですからこっちは。 でそれはもうそろそろ気づいてもらわなきゃいけなくてというのは論基礎特実が終わったあたりから確か九月の頭ぐらいからだと思いますけど過去問宮口先生の通信でやってるやつあれをもう特実は始めてくださいというふうに開講の時に言ったはずですだからそろそろ過去問の方の準備取り掛かってほしいところなんですねそうするともう過去問実際本性どう書くのかっていうのをちゃんと見据えて考えて、えー 進めていかなければならないといいいとととうう時期になっているということです、はい、そして本試験は得意図だったら2問120分ねまあ普通に割ると1問60分になるわけですけどどんなに力がある人もどんなにトップクラスの人もそうですあの2年目3年目の人も誰でもそうなんですけど時間に余裕がある人いないですからどんなに力つけても絶対時間ないですから。だからいつになっても どんなに勉強を進めても、いかに時間を短くだけど充実した答案を書けるかってそこに集中していくんですよ。で、それはどんなに合格してもやっぱりまだ合格してもよ、合格しても本当に時間のない試験だったってみんな言うし、本当に本試ギリギリで最後走り書き殴り書きになって、えー、合格していく人も多いし、そういう試験なんです。そうするとこの三点セットもね、いかにこう省エネで しかし短くてチェックポイント外した減点されるんでチェックポイント全部踏んだ上でだけどそんなに長くなってないというふうにはどういう答案を作ればいいのかっていうのをこのゼミでやっていきたいなと思っています。はい、で、えー、本ゼみたいな入門すら言われなければ気づかないことに重点を置いて、まあ、知らなかったら済まされないということをそろそろ皆さんには明らかにしていかなきゃいけない時期だなと。 いうふうに思っています。そして五つの特徴っていうのは下にありますね。はい。で先にこの五番目から話をします。はい。このゼミはすべて完結解答例と復習の手引きっていうのを用意します。で対象にする問題は先ほどこれ論基礎七問目八問目これ講義編なんですけど書きましたけど、えっと討論編もやります。毎年答論編もやってます。 あと時間があれば加工もやっていきますはい。なので、えー、論基礎講義編まあもう一回やったからいいわっていうんじゃなくて、えー、もう一回本心向けに書いたらどうなるのかっていうのを意識して書いてってやってってもらいたいなと思います、ね、そういう意味では全然違う講座だと思います同じネタですけどね問題は同じですけど全然違う講座になると思います で毎年よく言われるんです同じ問題またやるんですかもういっすわっていう人もいるんですけど一方であじゃあ新作問題にしますかっていうとあのこの時期に新作問題やっても解けないんですよっていうふうな声もあってあのいつも悩むんですけど数年前からこっちに決めましたもうあの新作問題はねやっぱりほか、えーまあ、皆さん担当とかね入門の方もたくさんある中でまた一からっていう負担はちょっと大きいっていう方の声が多いんですよ。 それより逆に論基礎法あんまり出れませんでしたとかね木曜日実は出てないんですとか復習中途半端なんですっていう人のが多いのでこっっちに固定させててもらっています、はい、そして今言った簡潔回答例ね簡潔回答例っていうのがまさに今この冊子の方で見てもらった1ページのこの0.5ページぐらいで終わる話ですでも特徴があってもうね エルゼミとか私の講座を受けた人はもう分かると思うし先輩とかに聞いてもらえば分かると思うんですけどはいもう決まってるんですよ書き方がで例えばそのこれ出願 A とは B なんですけどあと発明が「E とか「ろ」っていう記号で符号で定義されてる問題でしたけど。 まあその辺はね発明イ、e、がロとかハになるとか出願 A が B とか C とかになるそういうは問題によって変わるんだけど二十九条したらこう書くって全部決まってるんですよ私の中で B 前に A は公開されてないために適用はないとかここですねはい前とかだって二十九条の文言って皆さん見て前はわかりますけど特許出願前にって書いてるんですよね特許出願前にとだから自分の出願前に 何々は相手方公開されてないから新規性ありとかねあとこれ括弧にはこれあじゃあ書いておくとこれ29条なんですこれはいで括弧にはね39条の問題なんですこれで括弧3が肉の2の問題なんですで39条は括弧2っていうのはクレーム同士の戦いですからクレームが同じかどうかっていう判断だけすりゃいいんですでクレームがこれ ろといで異なるんで、もうそれで切れるっていう、それだけで終わりなんです。多分皆さんは三十九条とは何々何何何何って書いて。ひょっとしたら、その趣旨はこうでこうでこうでっつって。で、クレーム、あ、特許請求の範囲がどうたらこうたらこうたらだ,ろうだろうって。よって、適用はないって、いう多分すごいこと書いたと思うんですよ。この当連編でね。いらないです。聞いてないこと書かなくていいんです。それ書いてると、終わんないんです、本紙で。はい。だから、三十九条の判断は、たったこれだけ。クレームの。 内容が一致してるかどうかでカッコ3はこれ5要件って多分聞いてるかな入門ではい1つ目の要件これね、えー、これ「日前」っていうのが大事なんですこれ「前」って書いたら罰しますからねはいで B5 に「公開」っていうのが2つ目の要件 で3つ目が「ロは A」の当初の名車上にあると。で出発異なるっていう2つの要件はここですよね。はいまあ、今これだけ見たら分かんないと思うんだけどあのもし家帰ってこの問題時間あったら振り返ってみてください。肝はこれだけですかから、はい、他の要件とか あの規範定率とかよく聞きますけど私受かってから「規範定率」っていう言葉知ったんですけどね <laughs>、あのー、そういうこと言われるんですけどそんなのはどうでもいいんです。はい、一発当てはめで切切れれるところででれれば,ばいいだけですね、はい、であの肉の2もね毎回もうねこの文言この流れでいくんですよ。L ゼミの皆さんはもうこれ慣れてるんです。見なくても書けるんですだから肉の2の当てはめってあとは A が例えばなんか C とかね D とかになってたり、えー ろろ、えー、が歯だったりね、それはするかもしれないけど、基本的に骨格は同じです。で、なぜこういうことをするのかというと、ここですね。はい。五番目の右にね、型と約束ごと作法の学習にはお手本が必要って書いてますよね。型って宮口先生もよくおっしゃってると思うんですよ。 業業権権限限特許ととかか類業権限登録制とかね確かにあれも型なんですけどもちろん私はその型を私は宮口クラス出身なんでそれを承継しているわけですけどももう一つはもっと踏み込んでさっき見てもらった一文一文文まででも自分の型があるんですよ肉のりだったら降格っていう型が決まってるんですよ自分の中で。選手要件七79条だったら降格って全部決まってるんですよ。 そうすると毎回そそれでで書くんですそうすうると例えばあの本紙とか東連で29条の2の問題だなって気づいた、えー、ときにどうやって書こうかなっていうところからみんな迷うんですけどもう入ってるんであの本当にその型に当てはめていくだけですね自分の型に当てはめていくだけ自動的に中は機械的に答えが出るような感じです、はい、なので型っていうのはそういう大枠の型企業権限とかの大枠の型プラスうその 条文のの当てはめをする時の型みたいなねこういうことを書くときはこう書くとかそういった書を身につけてほしいとあと約束事作法っていうのは論文試験やってもらえば分かるんですけどあの、ね、こう問われたらこう書くとかこれ書くとまでここまで書くとかっていうの全部決まり事があるんですよ決まってるんですよ。であのなんだろうな勉強始めたばっかりの人はなんでここまで書くんですかとか多分 思う部分もあると思うんです例えば分割をするっていう多分単一性違反とかね分割分割をするっていう措置を挙げる答案が問題があるとするじゃないですかその時にどんな措置が取れますか分割できますで終わりでいいはずなんですよどんな措置が取れますかっていう問いだったら分割できますでいいじゃないですか答えそれで終わりじゃないですかだけど分割の主客辞典う全部書くんですよなんでですか 措置はって聞いてるのか分割できますで答案は終わりなんだけど主客辞典まで書くって約束となんですよなのでそういうその便利試験ならではの約束事作法っていうのをまず知るってことが大事でそこにあらがっちゃいけないいや俺はそんなあの「措置を聞いてんだから分割できます」でいいじゃねえかって言ってるといつまでたっても点数つかないですよで。 あの2年目以降の方も見てきてますけどあの点数伸びない方ってそういうところに抗がったりとかそもそもそういうのを知らないって人なんですよ型を知らないとかこういう時はこういうふうに書くんだよこう答えるんだよっていうことを知らない人多いんですであとは知っててもそこまで勉強してなくて身についてないっていう人もまあいますはいで何年か前にエルゼミの方で言われたんだけどいや私も指摘するわけよそこ こうじゃないよって何か言ったら分かるんだよって言うんですけどあの先生分かってるんですすと自分が間違ってるの分かっててるるのかんですでも自分の間違った癖が身についちゃっててつきすぎてて間違った書き方しちゃうんですって言うんですよ。だから2年目2年目しか長期受験生の方って当然私の授業出てなかったね当時ねあのやっぱり自分流で画流で書いてる人多いんです。 そうすると点数がつかないような書き方を書いてたりえさっきのねあの答案も0.5ページで終わるんだけどもっと長いこと書いてるのに必要なとこ書いてないから長いんだけど点数つかないんですよ。で逆に長く書けば書くほど不備がいっぱい出やすいんです人っていうのは。語気が出たりとか論理がおかしくなったりとかもっと言うと主語と術は噛み合ってないとかそうなるともうそこでどんどん限定されていくんですよ。 でこれの2倍3倍書いてるわけに私の答案0.5ページよりも点数が低いってことになることはあるんです。でもっと言えば先ほど言ったように私なんてもうこの型が決まってるんで考えなくても機械的に書けるんですよ本詞の問題も。だけどそういうあの方々はそこで、えー、とどう書こうかな、えーえー、って毎回書き方が違ってでそのうちなんか要件一行として減点とかになっちゃうわけですよね。はいで えっとまあ、それはしょうがないんですけどそう,そういうふうに勉強してきてしまったんでしょうがないんですけど皆さんに言いたいのはあのまだ皆さん勉強し始めなんですよ。ね、で最初からそういう癖を身につけていってほしいんですよ。ちゃんとあの丁寧にっていうのかな,あのなんうの小,小さなことからコツコツとっていう話私もよくやるんですけど。 あ,のあれっゴミ拾いねゴミを一個一個拾っていくときれいになるみたいな言い方するんだけど当然悪い話話にも適用される話ですよね悪いことを一つ一つやっていくとやがて大きな災いになるんですよ。だから最初の今のうちから一つ一ついいこと,いいこと正しいことあの正しいやり方で積み上げていってもらった方が最終的には大きくう いいことになるとまあ容量のいい勉強っていうことになりますけどね、合格に近づく勉強っていうことになりますけどね。でそれができないとね、勉強してもね、その受からない方への努力になっちゃうんですよ。だって点数つかないような答案を何枚も書くわけでしょ、自分で過去問の勉強だっつって。でもそれでどんどん減点される方の方を身につけていっちゃうわけですよね。それはやっぱあのよろしくないなと思いますね。 はい、だから正しい方向に向かって正しい努力をしてほしいと努力が報われるっていうのはそういうことなんですよ間違った方向にやってても絶対報われま,す報われませんからね。はい、でそれを一言で表したのはこれなんですなんか今年ね弁理士官の方からなんかこう一言キャッチコピーじゃないけどあのなんか載せたいんですっていう,う,にいうのがあってこの一言なんです毎回これ私もねそんな意識してなかったんだけど確かに毎回毎年これあのウェブ見てみると。 っってるんです、ね、言ってるるんんでですすねね言自分の論文の書き方が正しいのかどうか自分で判断する力を養うとだ皆さんが今例えば宮城先生の過去問のねあの問題を解いた自分で書いてみた例えば宮城先生の答案をそのまま書いたらそれは丸ですよ,正解ですよそ,れはそうですよだけど最終的には皆さん自分の言葉で答案を作成して合格答案を作んなきゃいけないわけですよね。 でそのためには多分今皆さん自分で書いたときにこの答案がどんぐらいの点数がつくかとか丸かばつかって判断でできないと思うんですよ、はい、だけどそれを自分であの書き上げたときにあこの内容なら大丈夫だとかあここ間違っちゃったなとかあの自分で採点できるぐらいの力を徐々につけてってほしいってところですね。で、えー、と合格する人のレベルっていうのは、えー、と来年の,その本試験前。 どういう状態にあるかっていうとトーとか直前模試とかやりますよね回答とか見ないんですよほとんどで、えー、と答案も帰ってきて何点とかっていうあのやっと内容が分かるとかないですだいたい解き終わった時点であの流れが自分の中で書いた流れが分かってますよねで答案をざっと見た感じであだいたい流れ合ってるなーでそれで終わりなんですでなんか項目落ちしたらあなんか答案 なと回答の方にこの項目上がってるけどあ,あ俺忘れたなっつってあ,あじゃあここだけ復習しときゃいいやみたいなふうなあ勉強復習ができるようになってますね受かる人っていうのは。で逆に受からない人っていうのは何がんだか分からないんで結局先生に点数つけてもらわないと分かんないで帰ってきたとこであの、まあ、分かんない人が多かったりしますけど、ね、なんで自分が間違ったのかも分かってない人も多いんですけどあのそういう状況を陥ってほしくないんです。 そしてあ復習の手引きの話してなかったですね、復習の手引きね、復習の手引きは、ね、見開きの今のレジュメの、ね、3、4ページ開いてください。これ、入門生びっくりするらしいんですけど、私、毎年使ってるんで、えー、もう慣れちゃったんですけどね、えっ、ー、と、まあ、色ペン、別にない人は別にやらなくていいですけど、あの新規制で拒絶される場合って、まとめちゃってます、私、ここに。はい あのクレームに書いてある発明はーチかその海外にはーチかってその2つのパターンしかないですで進歩性って何ですかって話で進歩性はこの一と二ですね出願前にクレームと同一でない発明は構知になってること同一だったらそれ新規性違反ですから例えばクレームが「い,い」でえーチになってる発明が「ロだったら新規性ありですよね だけど当業者が当該工事発明に基づいて、えー、ちなみにこれ「あ、図」「送りが名間違ってますよ」って言うかもしれませんけど特許法29条2項を見てもらうと分かりますが図がないんですよ。はい、ちなみに衣装法の方にはあります、はいえー。クレームに記載の発明に要因相当できることとかねあと注意すべきことはここに書いてます。あの新規性性と進歩、えー、結構基本ななんですけど分かってていい人がいて、えー なんか新規性この中見てもらうと分かるかな新規性があっても進歩性で拒絶される可能性があるためそれはそうですね29条2項の検討は常に念頭に置くべきであるとで、ここからですねなお出願前に校地発明が全くない場合には29条1項の検討まで十分であると多分これまで答案やってきて授業聞いてきて29条の2項まで検討を踏み込んでる場合と踏み込んでない場合が出てきてると思うんですよそこ気づいてます たまに質問を受けるんですけどなんでこっちは進歩性のとこまで議論検討を踏み込んでるのにこっちは踏み込んでないんですかっていう質問たまに受けるんですけどその人めちゃくちゃ分かってると思ってもう本当にいい質問してくれるなと思うんですけどこういうことなんですねあの出願前に全く高知発明がない場合なのかどうかっていうので切り分けられてます全くないんだったら新規性まで十分です基づくべき高知発明がないんだから進歩性なんて検討するまでもないから検討してないんですよ 確か論文論,論基礎の問題でこれあると思います、あのこっちは進歩性まで検討してるのに、こっちはえそこまで検討してないっていうのをやってるはずなんです、皆さん、論基礎で気づいてないかもしれないけど、はい、あとは拡大洗顔とあれ、ね、39条ね、毎回このレジュメ使っていきますから、はいはい、でさっき肉抜いのご要件、一から五って書いてあるでしょ、これにのっとってます。 でこれが分かると、いやいの13もこれに1個要件足したもんで、えー、型作ってますから、で39条も意外に面倒くさくて、3つありますね、はい、ただ注意っていうところは一番面倒くさいところ、これは感覚を養っていってもらわなきゃいけないんですが、まああの、授業で後々話をしていきたいと思います。えー、とこういう簡潔答案例と福祉の手引きっていうのを使っていきたいなと思います。 論喫、はい、の,の問題を扱いますと、はい、でこの辺はさっき私が言ったことの繰り返しになりますね、えー、まずいきなり合格答案作るのは皆さん、まあ、難しいでしょう私もそうでしたよ、はい、で自己流でやっちゃうとさっき言ったように悪い癖がついちゃうとで皆さん小学者であるのは今しかないわけですから。 後になって小学生に戻るってことできませんので変な癖絶対つけないように変な癖つけるんだったら私は勉強しない方がいいって言ってるぐらいあの本当に邪魔なあの癖ですからこれ。はいえー、で内容を把握している問題で添削を受けることでっていうのはさっき言ったように新作問題は使わないってことです、はい、で二つ目あこれエルゼン予想案です、えー、答案はですね論基礎の答弁編は 書いてその場で提出してると思うんですけどしませんこれあの後で提出してもらいりますはいというのは「型と約束と作法」っていうのを授業でまずしっかり聞いてくださいとで指定された問題を自宅でじっくり答案作成あの答案用紙差し上げますからその日扱った問題まあ指定された問題って言いましたけどその日扱った問題どれか好きなもの書いていいです私の答案見てて書いてもいいもし 私の答案を復習してから書いてもいいですけど何してもいいですけどその日扱った問題を一問選んで答案書いて次回まで作って出してください。はい、そして3つ目、まあ、これが一番私このゼミの主眼中がねよくあるあのよく言われるあの これ当この流れだとか根拠条文の制御はもちろんですし不要な記載形式不備用語の使い方日本語表現の制御までチェックします私の方ではいで悪い癖の目を摘み取りって書いてますけどねあの実もやってらっしゃる方分かるかもしれませんがえ意見書とか明細書書,書いたときにあの初めてそ,の仕事をそういう仕事をやった時のことを思い出してください。 語気とかめちゃくちゃゃくあったと思うんですよあと論理合ってないとか主語と術は噛み合ってないとか、はい、それ誰でもあるんです。で皆さん受かってこれから事務所に移るって方もいると思うんですけどそういう場面に絶対出くわしますから今後それぐらい書く文章ってその,その話し言葉じゃなくて書く文章って本当に難しいんですよ。で自分、まあ、今,今皆さんねいやそんな言ってもって思うかもしれないけどあの 本当に、ね、気づかないんですよ自分で書いた文章って思い込みが入ってて間違ってないって思っちゃうんですよ。で何回も見直してこれは正しいよしいいできたって思って上司に見てもらったら全然ダメっていうふうな結果で返ってくることいくらでもあるんですよ。でそのぐらいあの最初って見てもらわないとダメなんです。見ててててもらって指摘されてでそれそを通じて 行くとさっき言ったもう一回戻りますけどこの自分の論文の書き方が正しいかどうかっていうのを自分で判断できるんですちょっと間を置いて自分の答案見たらあここ間違ってんじゃんあこれ噛み合ってねえなとか見方が分かってくるんですよ答案の。どういきか見てるのかっていうのっは大体見えてきます、はい、で最初はそれできないので私の方で、えー、少なくともこのゼミできちんとそういうところを是正して身に、えー、つけて,てほしいということですね。 あとですね。あ,あ、そうそう。ホワイトボードを使うんです。なんかさっきあのここを使ってましたけどね。入門講座でなんか珍しいですけど、あのホワイトボードにえっと皆さんと一緒に答案構成やっていきます。で、答案構成からできないっていう人があのたくさんいると思います。で、それしょうがないです。あの初学者ですから、最初は皆さんしょうがないんです。それはなので、そこをみんなと一緒にやっていきます。で、そこで引っかかるような部分ってもうたくさん私分かってますから。 最初やる人が引っかかるポイントとかねそこも皆さんと一緒にやってなんか引っかかったらそこで言ってもらったらいいです、はい、そういうことですねはいあとはですねあそうそうスケジュールでさっき言ったこの論基礎って言いましたけど、えっと、これだけじゃないです論基礎の講義編あとあと当連編もやりますってさっき言いましたね加工もできたらやりますって言いましたね,あとね,私ねあの ス,スーパーリチャージド判例55っていうもともと宮口先生がスーパーチャージド判例っていう講座をやってて、えっと、そのお名前を頂い,いてリチャージド判例っていうんですけど、えっと、55になったんですよ。で5ページさっきの見開きの5ページ6ページにその抜粋特筆5まで載せときました、はいで。これは何かとというと えっとお盆に確か判例の道場があったと思うんですけどあれ取ってないと取ってくださいあのこのゼミ関係なくあれは本当は判例大事なんで取ってくださいであれで書く事件がどういう事件なのかっていうのをちゃんと勉強してくださいでこの私のこのゼミに載せるそのリチャージド判例の方っていうのは論文試験に特化して論文でこの判例書くときはこの通り書けっていう風なものをまとめてます もっと言うと、リパーゼ事件、特実にありますよね。リパーゼ事件が問われたら、一言一句。間違えずに、この通り書きなさいっていうために、渡してます。判例っていうのは、知ってるかどうかなんです。その場で考えたって、絶対出ないです。最高裁の、あの判事の方々がね。もう何日も議論して、出たわけ、あ出した話だし。文言なんか、ドンピシャンって、いか、考えたで、出ないんですよ。だ、これは、知ってなきゃいけない。です逆に言うと、手元に答えあるんです。 答えられななないいっっててことはあなた方が勉強しないだけですよねってちょっと厳しい言い方をしてますけどね手元に答えがあるのに書けないってことは勉強してないだけです。でただそれをあの背景から全部背景を覚えたとしてもやっぱり書くために用意をしてないと書けないんですよ論文っていうのは趣旨もそうなんですけどだからそのために書くときにはこういうふうに書くんだとアースベルトだったらもうこの3行えー カリクリになったら2つありますけど、右のページね。あの上としてはどうやって聞かれるかわかんないけども、これ書けば丸つきますと。逆に言うとこれ以上いらないです。という風うにまとめてます。これは5。5あります。はい。えっ、ー、と、それと異匠法のとこに異匠法特別講義12ってありますね。 で実はこれね改正が絡んでるんでちょっとここは特別講義とさせていただいてたんですけど内容がどうかと思ったんであの毎年ねこれやってるんです異称法の類比判断これ入門生も中上級生もすんごい苦手なんですで今審査基準が変わったりだとかあのまあ、この間ついこの間変わったんですけどあの最新のものに合わせてやっていきたいと思います。 で審査基準がどうなるか分かんないっていうのは今後の動きで怪しくなってきたらちょっと内容変えますけどもこれをやる予定ですあの全体対全体とかね多分宮城先生一覧表で書いてると思うんですよあのパターン十いくつぐらいまで全体対全体とか全体で自分あの自転車の A 使ってやってないですかハンドルとかね。あれのもっと細かくしたパターン あの全体対全体自転車と自転車の時の,あの時系列が3パターンあるんですねはいこれがその1ってやつ次がね全体対部分の2の1っていう枝ばついてますけど1個目のパターンで全体対部分の2つ目のパターンとかはいで実は最近ねこの前審査基準に変わってもう1パターン増えたんです全体対部分が確かにその辺整理してます私。 あと全体対部品とかねで今度ひっくり返って部分対全体洗顔が部分で抗がんが全体とかっていうのを全部やってます。でこれやってもらうと,えっと解けない過去もないですはいもっと言うとあの一番詳しい類比判断の話だと思いますからこれはいあの毎年これ。 えー、重宝していただいているのは私もありがたいですね、これはね、はいえー、時系列だけじゃなくて、侵害系も揃えてますので、こういったものを全部やりますから、あのここに論基礎の7問目、8問目っていうふうに書いてるんで、なんだこれだけかいって思うかもしれませんけど、これを、これの2倍ぐらいのボリュームはあります、そのぐらいはお返ししますんでね、えー、もう一度言います、9月の7日開講です、えー、9月7日、第1回9月7日、6時から9時ですね。 えー、まあ入門講座に持ってくる荷物だけでいいです。他に何も持ってこなくていいです。はい、入門講座に持ってきてる荷物だけで構いません。はい。えー、ということなので、はい、えー、9月の7日から年末まで続きますけど、途中間ね休みの日もありますけども、えー、ぜひご検討をいただきたいと思います。で、レジュメとかさっきの衣装法だとかね、あのー。 判例の冊子とかもありますのでもし見たいという方はい、あのいくらでもお見せしますのであとで来てください、えー、じゃあこれで1回閉じちゃったらいいですかね1回終わ,終わってから質問でいいですねはい分かりましたはい、えー、じゃあ9月の7日開講ですので、えー、お時間合わせてご検討いただければと思いますよろしくお願いします